九州中央自動車道は、熊本県上間式郡鹿島町の鹿島ジャンクションから、宮崎県延岡市の延岡ジャンクションに至る、全長約 95km の高速道路である。略称は、九州中央道。国土開発幹線自動車道の路線名は、九州横断自動車道延岡線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は E77 が割り振られている。 九州の中南部を東西に横断する高速道路であり、九州自動車道と東九州自動車道を接続する。同じく九州を東西に横断する高速道路である長崎自動車道、大分自動車道が九州の北寄りに位置する長崎県、佐賀県、福岡県、大分県を結ぶのに対し、本路線は臨県でありながら九州山地に阻まれ往来が盛んでなかった。 熊本県と宮崎県北部を結んでおり、両地域の交流促進が期待されている。国土開発間線自動車道としての九州横断自動車道の上岡線は第四次全国総合開発計画では九州中部横断自動車道と呼ばれていた。1987年に国間道の予定路線に指定されたものの、熊本県三船町や部町間の基本区間への 格上げは1991年、日本道路交団への施行命令は1998年、矢部町、宮崎県の岡市間の基本計画への格上げは1997年、と他の路線から大きく、遅れを取った。鹿島ジャンクション、矢部インターチェンジ間は2003年に、新直轄方式に変更され、以降国土交通省により整備が進められている。 2014年3月22日に新直轄方式により鹿島ジャンクション小池高山インターチェンジ間が開通し、これが九州中央自動車道の単独路線としては初めての開通区間となった。倉田交差点の岡ジャンクション IC については高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である国道を218号。 北方の岡道路が2006年2月18日に初開業し、その後も延伸を続け2015年4月29日に全線で共用開始した。2009年高千穂 IC 平底交差点が高千穂日の陰道路として事業着手した。残る区間は事業化されていないが、2014年2月現在、県境を超える素養高千穂間について事業化に、 無け計画段階評価に着手している。その後、五ヶ瀬高地歩道路も事業化された。事業主体である国土交通省は、法令による路線名である九州横断自動車道延べ岡線をそのまま事業名として用いてきた。熊本県、宮崎県の建設促進団体からは開通後の道路名として九州中央自動車道が提唱され、 2014年1月24日に、鹿島ジャンクション小池高山インターチェンジの開通発表の際に、道路管理者の国土交通省でも、九州中央自動車道を道路名に採用することが合わせて発表された。高速自動車国道の路線を指定する政令により、九州横断自動車道の岡線として、下記の通り定められている。これを営業中、 事業中路線の道路名に区分すると以下のようになる。は高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路。なおこれらの区間も現地案内標識では九州中央道の表記がされている。上記の通り九州横断自動車道の岡線としての法定上の起点位置は三船町であり、鹿島町は経過地とされているが、 営業上の道路名として使用されている九州中央自動車道の起点位置は鹿島町となっている。道路上ではないが北方の岡道路倉田交差点の近くに道の駅北方四地見ろ屋が設置されている。ありがとうございます。